This week's amazing amusements。 みんな聞いてください。僕は分かったことがあるんですよ。僕ね、間違ってたんですよ。あの、曲を書くとき、音楽を作ったり曲を書いたりするときに、歌える歌を作るときは1番を聞いたら2番は歌えなきゃいけないって思ってたんですね。で、覚えやすい曲は結構僕と同じ回路を持ってる、ロボットアニメとか好きとか最近のアニメ好きみたいな感じの人には覚えやすいんですって。ただね、問題があるんですよ。覚えやすいと歌いやすいは別なんですよ。僕の曲ね、覚えられるけど歌えないらしい。ヤマトリンのラジオカンファレンスは悲しく始まります。またラジオやる、ラジオ生活の10年、この企画何本目か、カンファレンス見ろ、これがこじらせたクリエイターの生態だ。ヤマトリンのラジオカンファレンス、略してラジカン。改めまして、メインパーソナリティのヤマトリンでございます。いやー、レコーディング楽しかったですね。久々にね、自分の曲とあとカバーなんですけど、レコーディングを依頼しまして、3曲もね撮ったんですけど、電撃作戦ですよ。5時スタート、5時集合の5時半スタートで9時半ギリで終わりだから、4時間で3曲ブワーって撮りましたけど、やっぱ楽しいですね、レコーディングってね。あのね、やっぱね、アーティストが生きてくるんですよ。例えばやっぱネットでね、歌ってもらったりとか過去に経験はあるんですけど、ここはこうの方がいいよね、ここはこんな感じにみたいなのたくさんあるけど、それをね、やっぱね、一緒に呼吸するから、その場で同じ呼吸をしてるから伝わるし、あ、できたなっていう気持ちになる、完成した時の、いや、よし、俺も編集頑張るぞって思えるんですけど、撮った時の苦労が見えてないんじゃない？ネットでやると、その撮った時の苦労が見えてないから、文句が先に出るんですよ。この人はこれだけ頑張ってくれたんだっていうのが全然わかんないから、エンジニアって、このレベルをこうなっちゃうわけみたいな、そういう文句が先に来ちゃうことがあるんですよ。気持ち的には言わないですけどね、いうことがあって、その時になんか、いやでもこの人きっとこう頑張ったんだなって、たくさんいろんな人を生撮り、レコーディングに参加するようになってから、撮った音を聞いたら、あ、この人頑張ってくださってるっていうのが認識できるようになったけど、ネットで歌撮ったりとか編集始めたばっかりの頃は本当わかんなくて、なんでこいつこんな下手なんみたいなことばっかり思ってたんですよ。あの、人の努力をね、やっぱね、感じてからネットのうまみっていうのも使ってくっていう両方が必要だなって思っちゃいましたね。まあ、だからあの、何でもかんでもテレワークってわけにもいかないなっていう、あの、確かにテレワークはできる、レコーディングも自宅でできる、ズームを通してできるとかってあるけど、あ、ね、そこにね、生きた音楽みたいなものを要求しちゃうと、ちょっとまだね、テレワークはきつい。あの、それはあの、どっちもやった上での意見なので、いやいや、今このご時世でテレワークを押さないって何みたいな、なんかそれ昭和のでしょみたいな、昭和おじさんみたいな記事ネットにあったけど、そう言わないでほしいです。これはヤマトリのラジオカンファレンス第113回、座して聞け、ステイチューン。ラジカンテーマトーク、今週のテーマは近況報告をしながらラジオを毎週続ける方法論みたいなことをやろうと思ってて、あの、よくね、配信サイトとかで話してると、ヤマトさんすごいですね、なんでそんな一人で喋れるんですかって言われることがあるんですよ。最近はあんまり人の枠でベラベラ喋らないんで、あの、固定の人の枠ではベラベラ喋るんですけど、私の知り合いはね、言うてお前来て喋っとるやんけって思ったら、それはあなたは特別な相手だからです。特別な相手でないと僕はペラペラしませんのでね、というふうに思っていただきたい。あ、これいい意味での特別な方です。さて、じゃあそんな感じなんですけど、じゃあ一人でペラペラ毎週毎週喋るってなんでできんのっていうところって、僕何も考えてないからできるっていうのと、これは伊集院光さんに教わったんですけど、教わったというかラジオを聞いてね、勉強したことなんですけど、あの、例え話をとにかく挟むっていう、で、例え話は基本的に長引くっていうのが、あの、上手な方法だなって正直思ったんですね。で、なので今回、例えば、その長引かせる技として、ちょっと例えば例をやっていきたいと思うんですけど、ウルトラマン Z 見れてないの話しましょうか。はい、ということで、じゃあ、はい、トークテーマドン、ウルトラマン Z 見れてない。実は皆さん、僕はね、ウルトラマン Z 放送が始まりましたね。もう第2話まで来ましたね。今週末は第3話。実はまだ1話も見れてないんですね。
一番見れてない中で、僕はチラ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 ネットで情報を拾うわけですよ。セブンガーが出てるとかね。でセブンガーって知ってます？ウルトラマンレオに出てきたカプセル怪獣なんですよ。カプセル怪獣、怪獣ボールかっていうのが正式名称なんですけど、あのウルトラセブンってもともとカプセル怪獣っていうね、これ知ってます？ポケモンの元ネタなんですよ、カプセル怪獣って。だからポケモンって実はウルトラマンの産物なんです。レッドグリーンじゃないですかね。レッドグリーンブルーじゃないですかね。レッドがなんで赤なのかって言ったら多分セブンなんですよ。多分ね、ウルトラセブンの赤なんですよ。そうで、そのウルトラセブンで出てきたカプセル怪獣がウルトラマンレオではウルトラマンレオが主人公だけれども、マックってそのなんだ、ウルトラ組織に出てくる警備隊組織の名前なんですけど、そのウルトラ組織の隊長に諸星ダンってウルトラセブンがいるわけだから、レオの師匠はセブンなのよ。で出てきてカプセル怪獣みたいなのがセブンが戦えなくなるときに、あのウルトラの星がわざわざセブンガーっていうカプセルロボット怪獣を送ってくるんですけど、それが Z に出てくるんですよ。でそれを聞いたときに、もうかつてのウルトラマンファンはもうすでに歓喜なわけで、それを早く見たいわけよ。俺は見たいんだけど忙しくて見れない。でもながらで見るわけにはいかないわけよ。ウルトラマンですから。あの僕の配信を聞いてる人、それから僕の YouTube をチャンネル登録してる人はわかると思うけど、俺ってウルトラマンのカバーソングは大体やってるんです。あの最近のは全然できてないですけど、昭和ウルトラはほぼ全部やってるんで、主題歌はね。なのでウルトラマンに対してちょっと特別な思い入れがあるから、今までのウルトラマンも結構見てきてるし、まあ、タイガーとかね、ルーブとかオーブとかジードとかいっぱい見ましたけど、その中で今回の Z、非常に楽しみにしていた。この Z を僕はながら作業で見るわけにはいかない。で、そうなると仕事が忙しいから見れないんですよ。で、困ってるっていうね。で、その上僕はマインクラフトを始めちゃったんです、最近。で、昨日もちょっとやっちゃったんですよ。でね、これね、皆さん誤解してほしくないのは、僕がたまにツイッターで、あ、曲できたな、みたいなこと言ってて、こんな感じがどうかなって言った瞬間に、突然マイクラの話題を書いたりする。あれはなんでかっていうと、僕のパソコンが低能すぎて、あの、曲のレンダリングをしてる最中にマイクラを突然起動して、うん、ちょっとやろう、みたいな。とかを、あの 別機でね、2個パソコン起動したりして、ちょっとこっちでやろうみたいなことしてたりするわけですよ。でそうすると気がついたらしばらくマイクラやっちゃって、気がついたらもうとっくの昔にレンダリングが終わっているみたいな、そういうこともあるんですよ。お前さっき曲作ってたよな、なんでっていう、集中力なさすぎかってなってるな、あれ機械に待たされてるだけですっていう。ダメだな、言い訳だな。でもまあすって時間を僕は無駄にしてないわけですよ。ウルトラマン Z の話から、ウルトラマン Z 見てないっていう情報しか出てないんですよウルトラマン Z に関してはそれしか言ってないんですよ。あとセブンガーが出てるしか言ってない。だけどここまで話は伸ばせる、枝葉を生やして。でこれは例え話じゃなかったね、例え話じゃなくて枝葉を生やす方ですね。あの関係ない、あ今そうそう、これ今こうさらっと言っちゃったけど、それって実はこうこうこうなんですよ、あ今さらっと言っちゃったけどこうこうこうなんですよって言って、次々話題がどんどん移って下がってって、言いつつちゃんとセブンガーに戻る、セブンガーに戻りつつ Z に戻る。一応ウルトラマン Z 見てないんですよね話で 2,3 分喋れるっていう、あのこれが僕の1週間に見たいアニメが見れないって誰でもあるじゃん。で何だったら見たいアニメが2本見れてないだったら倍の話ができるわけですよ。あの僕はラジオをこうやって喋ってるんです。だからね、あの人に物を伝えるのがいかに難しいかなんで、とにかく説明をするんです。だから僕のラジオはほぼ説明でできているってことになりますね。例え話も言ってみれば説明で、例えばなんだろうな、なんか最近例え話でうまくねやれないんですけど、何がいいかな。そうだな、じゃあ次の話題いきましょう。はい、ドン。とうとう CM が公開始まりました。7月からテレビでも放映らしいですね。機動戦隊アイアンサーガっていうアプリゲームがあります。こちらのアプリゲームの CM 第2弾で、大張さんのね、スタジオ G1 ネオが制作したアニメになった CM、アイアンサーガの CM ってなるとね、必ずあのすげえ美麗なグラフィックスのアニメが見れるっていう、なぜか CM だけアニメっていうね、アニメ本編は存在しないっていう、ゲームの CM なんですけれども、これの第2弾ね、音楽は沢野さんなんですけどね、ユニコーンで有名な、あの音楽を CM のサイズにプチってカットするだけの作業を僕やりました。みんな聞いてください、ね、でまあ言ってみればね、僕クリエイティブなことは1ミリもやってないんですよ、この仕事、ね、やってないんですけど、僕は一応関係者としてちゃんと見てくださいっていうのは気持ちとしてあるわけね。俺でもこれってね、なんだろうな、あのね、距離感的にはですよ、みんな寿司屋行く？寿司屋行くじゃん。あの俺が今回やったその音楽プチって切る作業ってどれくらいの位置に相当するかっていうと、寿司屋で出てるネタのマグロに、マグロの養殖のマグロの餌をやる人に餌をポンって渡すぐらいの仕事です。
多分はいせやってって言って渡すぐらいの距離感です多分ね。もしくはそうですね、みんなテレビゲームやります？テレビゲームやりますよね。テレビゲームをやる人たちってきっと多分全部自宅で作ってないんですよ。会社とかで作ってたりするんですよ。その会社で電気を使うその送電線のパーツを作った人ぐらいです多分それぐらいの距離感ですね多分ね、まあ、ぐらい遠いんでお前何してしたんっていう感じなんですけど、でも僕は関わったって胸を張って言える。でちなみになんですけど CM ってね、僕よく SCM 作るじゃないですか、15秒とかのあと30秒とか、最近全然作ってないけど、SCM ってなんで CM っぽく聞こえるのかなっていうふうによく聞かれたんです。これもね、そのアイアンサーガーの仕事をして気づいたことで最近より磨きがかかったことなんですけど、まず CM 間って15秒とか30秒っていう実際に流れてる CM の尺がその長さだっていうのをまず捉えておく。これ結構重要で、でも実は15秒や30秒じゃないんです。厳密には14秒か29秒なんですよ、ほぼ。でこれノンモンって言って、CM の音声って頭に 0.5 秒無音が必ず入ってる。後ろにも 0.5 秒無音が入ってる。なんでかっていうと、最後00まで完全に音を出してもいいですよって決めてしまうと、CM の音声が前と後で絶対つながっちゃうからなんですよね。0、コンマ0でつながっちゃうから、まずいんですよ。ちゃんと CM と CM が区切れたっていうことがわからないと、お客さんにちゃんと伝わらないので、必ず前後 0.5 秒の綺麗な隙間があって、0.5 秒経った瞬間にバツンと音が出るようになってるんです。これノンモンって言うんですけど、でこれ入れてねって言われて、あ、わかりましたって言って、あ、なるほど、そうか、これが CM のあの音なんだなって。でそれがの知ってたのよ、頭に何秒か空白がなきゃいけないのはなんとなく分かってたんだけど、それが 0.5 秒だよ、前後 0.5 秒っていうのが多いよ。これ放送局とか会社によって違うらしいんだけど、だいたい前後 0.5 秒で OK みたいで、前後 0.5 秒でかつ結果的に14秒になるわけですよね。あれ29秒になるわけですよね。でこれをやると俺たちの体は実は14秒や29秒の CM を聞くことに人生をかけてテレビを通して慣れてしまってるから、それで作っただけで突然 CM 感がするんですよ。なるほどなっていう。であとはちゃんと音圧がっつりノリみたいにしとくっていうとか、まあテクニックはあるんですけど、そういう工夫があって、でやっぱね、それがね、ノンモンっていう名前なんだっていうのはやっぱ現場に入って知るっていうね、いうことがあって、まあ、だから CM の仕事と本当感謝なんですよね。そういうのが来るとやっぱり覚えるんですよ。何事も仕事って現場入ると覚えるんで、そういう意味では本当にね、やらせてもらってありがたいなっていう感じですよね。だから皆さんもぜひね、見てください。アイアンサーガーの CM、 機動戦隊アイアンサーガーで調べたら出てきますんで、今公式ツイッターがね、マジンガー Z とコラボするっつって、でマジンガー Z が機体で出てくるんですよ。でそれのイラスト大張さんが描いてるらしいんですけど、マジか、ちゃんとまだ見てない。でも なんか確かに大張さんっぽい絵がチラチラ TL に流れてたなって思って、なるほどこれかと思ったんですけど、皆さんもぜひ見てやってください。アイアンサーガーめちゃくちゃ面白いんでね。はい、僕はアイアンサーガーの CM の話から入って、今ノンモンの話っていうのを一個勉強したんだよ。ノンモンの話だって知ってます皆さん、 CM は前後 0.5 秒隙間があるんですよって一言言ったらそれで終わりのことをいちいちズルズル喋るんですよ。人間ってね、一つの言葉を言われてそれを脳内で理解して認識するのに時間がかかるんで、ノンモンっていう存在を説明して相手に伝わるまでじっくりじっくり長くかけて、いろいろ喋っちゃえばいいんだよね。そこに個性が出るんですよ。そこでどんな言葉を拾うか、そこでどんな言葉を並べてあげるかにトークとしての個性が出るんで、それが面白い人もいればつまんない人もいる。でもね、つまんない人の多くってほとんどの場合がね、何も言ってないんだよ。いや、なんか言うことないなみたいな、なんかそのダメな方向に行くんですよね。そこをね、やっちゃいかん。俺はね、僕の中でも自負があるんですけど、基本的になんか口から言ってるっていう、でちゃんと関係のあることを言う。で僕実は今日のトークのためにネタ、今 Z 見れてないとアイアンサーガーの CM って話出したじゃないですか。俺これだけでほぼ20分喋ってるんですよ、たった2つのことを。であとそれ以外に今週あったことを、僕ね、これ頭いいなと思ったの、今度からやろうと思ってて、ツイッター、自分の1週間のツイッターバーって見て、大体その時思ったことつぶやいてるから、でツイッターに流したってことは、言ってみれば
それその話って詳しく喋っても問題ないわけですよ。だってそうでしょ、ツイッターにすでに公言してる話だから。だからツイッターの話を深掘りして喋ればそれでラジオとして絶対に外さない成立するんです。で僕ツイッターに書くときって俺必ずこれって公開して大丈夫かって必ず考えるんで、一回一回のツイートでこれつぶやいて平気なやつかどうかジャッジしてダメだったら消すんですよ。あの本当に思いつきで絶対ツイートしないようにしてるし、あ思いつきでツイートはする、だけどそれが思いつきのままにならないようにすげえ工夫してつぶやくようにしてるんで、昔ねそれでね無造作に適当なこと言ってね、あのなんか悪い火のつき方したことがあるんで、やっぱそこから怖いし、怖いっていうかね、あの人を傷つけるのは良くないのでそうならないようなね工夫をしてるんですけど、まあそういう話ですよね。あのうまくやればできるんですけどね、そういうことって、まあ、その癖がついてるんでツイッターっていう財源を利用しようかなと思ってます。あの皆さんもぜひ自分の TL を見て、あこれにしようって思ってこれをペラペラペラって喋ろうってやると、大体ね1週間にツイッターする習慣がある人って多分めちゃくちゃいっぱいツイートしてるから20-30個ネタがあるんですよ。で俺20-30個ネタ出しといてうち1個か2個しか使わずに1週間のラジオが成立するんで、こんなに楽なことはないんですよ、ね、日頃ツイッターをやる、そしてラジオをやる、この2つを続けていればあの大丈夫。皆さんもやってみてください。以上ラジカンテーマトークでした。エンディングでございます。さて今週末ですが、ね、選挙がね近いですね。まあ山本太郎さんとかね、やっぱ鮮烈なあの人、バトルロワイヤルとかに映画で出てたりとかして、あの人元俳優なんですよね。で今ね政治家やってて、まあ、だからやっぱ俳優だからなのか、ああいうなんて言うんでしょう、パンチの効いたパフォーマンスっていうのにあんまりその抵抗がないんでしょうね。だからなんか日本の今日のツイッターでトレンドで日本の自殺のそのなんかな、なんだっけな、若い世代の死亡率で一番高いの自殺だみたいなのがトレンドに上がってて、まあここ最近の街頭演説かなんかでそれを言ったらしいんですよね。それが自殺だっつって、でそれについてなんかいろいろネットでは物議かもして結構叩かれてるイメージありましたけど、まあ僕は山本太郎ってもうはっきりここで言うと僕は別に支持してるわけじゃないので、今回の選挙に関して一応まあ僕なりにもね政治的なポジっていうのはあるんで、あのそれをちゃんとこう言ってこうか、あの言うために選挙には行こうかなと思ってます。今週はちょっと期日、あの平日に期日前投票にポロッと行っとこうかなと思ってて、まあまあそんなのがあってね。でもあのね山本太郎さんのその話に関して言うとね、俺これ分かんなくて、なんか各国で日本が世界で一番その若者から自殺者出してるみたいな言い分なんですよ。で例えば今若者の死者数がこれですと、若者の死者数がこれ、死亡者に対しての率だったとした場合、例えば100人死んでるうち80人が自殺ですっていう言い方をされたら、まあ、確かに死因として自殺率が高いってことになる。で他の国が1000人出してて80人自殺者出してるって言ったら、そもそも話しちゃうくない？これ比べようがなくない？っていう風になってくるんですよ。そもそも死者数が多いじゃんっていう、死者数の分母が多くて率でそれを言っちゃダメで、やっぱ具体的な数で比べていかないと俺それって違うのかなって思ったんですよ。で率で比べるんだったら分母と分子を明らかにして説明してくれないと、あだからかっていうデータ分析ってできない。でもちろん小学校でそれ習う、小学校の5年生で習うんですよ。割合でこの割合がこうだからこうですよね、この割合がこうだからこうですよねっていうので有名な問題で、 A の村にはこれだけの人口があります、 B の村にはこれだけの人口があります、で B の村の方が老人が多いんですよ、高齢者が多い、で A の村の方が高齢者自体、 A の村の方が高齢者が多いのか、多いんですけど、 B の村に対して割合で比べていくと B は8割があの高齢者で、 A の村は6割が高齢者みたいなことになるわけですね。でそうするとどちらがあのその市町村として高齢化が進んでるかっていうと、人数的には B の方が少ないけど分母がそもそもちっちゃいから B の方が高齢化しているって答えなきゃいけないっていう算数の問題があるんですよ。これ俺らが子供の時からあって、俺らの世代からあるんですよ、その高齢者っていうのを話題にしてる問題が。でこれが今はもう当たり前に教科書に載っている
ていう状態があるんですけど、それとそれを小学校でみんな一応日本は義務教育で習ってるわけだから、まあ、もちろん分かんねえっていう人もいると思うんですけど、でも教えてんだからさ、義務教育としてみんな一回は習ってるんだから、分かってる人間全員には分かるチャンスを与えてる。それが分からないのはその人の問題だけど、ちゃんと全員にすべからくその教育をしてるんだから、その他の率を説明するときに、俺はどっちかというと分母と分子ちゃんと明らかにした上で、だからこうですよねって説明してくれた方が説得力は全然あるよねって思うので、それを率がこうこうこうでこれだけなんですよっていう計算の結果だけ与えてくるじゃん。で、計算の結果だけの方がいいんだ、その方が直感的で分かりやすいんだって言うけど、それってその受け手側に対して考えるっていう、なんていうの、間口を放棄させてるよね。で、考える隙間を与えない方が俺たちの主張が通りやすいって思ってるんだったら、それってズルじゃん思うんですよ、僕はね。だからちゃんと考えるだけの材料をこっちにも投げてくれと。僕は考える材料も提供しました、これだけのことを調べてこうです、だから私はこう思ってるんでこうですっていう風に言ってくれたら、説得力が倍化するんですよ。ただ問題なのは、確かに伝わるのに時間がかかる、難しいから。だけど俺、それで理解された人たちから得られる票とかって絶対揺るがない票だと思うんだよね。例えば今年10人死にました、10人のうち8人が自殺でしたってなったら、逆に言うとですよ、生きたいって思ってる人たちは、あ、俺本当は死にたくないのにって思ってる人が死んじゃったのは2人しかいないってことじゃないですかね。生きたいって思う人が生きれる社会なんですよ、それって。裏を返せばね。で、逆に100人死にました、100人死んで8人自殺でしたっていう社会は、92人が本当は死にたくないのにって思ってるのに死んじゃったっていう社会なんですよ、それって。で、もしその率で比べてるんだとしたら、それって日本の医療が進歩してるとか、だってアメリカとかって医療費めっちゃ高いんですよ。日本って医療費ね、みんな必ず皆保険、あの国民皆保険って言われてて、みんな健康保険に入ってるでしょ。だから基本的には保険適用の医療を受けられるんですよ、日本人ってのは。ほぼ、もちろん保険証忘れると適用外ですけど、後から返してくれたりするんで大丈夫でしょ。それがあることによって、これだけ日本人って救われてるんだっていうデータにもうなり得ちゃうんです。じゃあ告知、長くなったけど、アニメと読書ブレイブラバーズ主題歌ブレイブラバーズ、各種配信サービスで配信スタートしました。みんな見てください、聞いてください。この CD の方も、ブースで通販してます、それもよろしくお願いします。それからスーパーボイス再生オリジナルサウンドトラックコンプリートベスト、こちらもブースでダウンロード販売中です。そして私が音響監督やったラジオドラマワンチャンス全国版も、現在発売中。詳細はラジオドラマワンチャンスで検索できます。動画の説明欄のリンクからもチェックできますので、ぜひどうぞ。そして、私が関わったラジオドラマというか、私が原案をやった武装鬼人、こちらの、別の方でね、が作ってくれたライト&ブラックっていうね、武装鬼人ライト&ブラックがめでたくリスポンで完結しました。皆さんそちらも非常にね、リスポンの方でも再生をバツンと取ったらしいので、1万だかなんだかって言ってたんで、とても人気の作品になったようで、一応原案、私ね、原案とあと主題歌しか作ってないんで、何にも別にしてないんですけど、本当にすごいと思います。だから私がすごいとかって言うんじゃなくて、その作った高野さんっていう方がね、作ってるんですけど、そちらの方を応援してあげてください。これは本当にそう思います。はい、以上です。番組へのメッセージは Twitter の DM コメント欄にてお寄せください。 See you next week. バイバイ。